願いします。もう来てから行かないよ。先日はありがとうございました。いや、とんでもないです。こっちからこそありがとうございます。マスターマスターこれどうもです。いいか、もういいよもういいよ。サラサラちょっと、ありがとうございます。ちょっと待って、もう今からね、ちょっと降りた順次と順次がすぐ出てくるから。こっちが順次ね、こっち順次ね、さっき銀座の。ちょっと待って、どっちが順次？こっちですよ。あ、こっちです。こっちですよ。あ、どっち？こっちですよ。あ、こっちだった。こっちだった。こっちだった。こっちですよ。変わっちゃった。二人とも身長でかいね。ちょっと待って、ちょっと待って。銀座の街ぐらい見てたから。本当だよ。だいたい似てないですよね。ちょっとちょっとちょっとやるだけ下手をしからやるのか。今からほら本当に練習して、でみんなが似てると思ったらまず、はい、まずそのお父さんが殺すっていう目する前に俺が殺し合いもう通じ合いました。おお、そうかい。やばいやついましたね、またそこにも。先ほどのファンはあなたの選手です。やばいです、一番やばいです。なんでやだね、ちょっと見合った人間なの聞いたら俺も嬉しいし、ありがとうございます。本当にありがとうございます。うちの嫁のこと冷蔵庫って言ってたね。早く冷蔵庫の格好しまえ。ササパンチ、ササパンチ、ササパンチ、早く冷蔵庫の格好。レアに来たか、レア回ってるから回ってます。今日渡さねえ、はい、明日もう一回新宿でジュンシーがコラボしてくれたら渡してくれ。俺はジュンシーと情熱のバラを歌えてる。そのくらいさっきワイシャツの上に来てられちゃって、無理やりキロキロってうるせえからさ。銀座、しかも銀座とかブルートンは撮影だな。バッテリー、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 先輩、お座りください。いや、とんでもねえよ。いや、とんでもねえ。俺ちょっとね、よくやると遠くまで足を痺るとダメなのよ。あ、足を伸ばしたいんですね。いや、俺は天海さん、本当に生配信参加しようと僕思っとって、またちょっとコラボあったのしてなかったんですけど、俺、コウコさんとのコラボの時に、めっちゃ好きだった。おせえじゃないですよ。ありがとうございます。はい、もう、俺の超えられない一線のギャップをよく言った。チャンネル登録、俺のことしてないのが、あれ、あれ鈴木さんとか見てさ、ロンシンロンシンじゃないの、他にあるんですか。ジョンさんもすぐ出るなんだよ。ちょっと行きます。今からすぐね、やばい、これ彼に三枚飲ましたんですよ。多分一番これが四畳と三畳大好き、あの一コーヒービール飲ましたんです。三枚飲ましたんで六次元の話で。あー、参加してよ。さあ、全然円周率でね。あー、全然大丈夫ですから。ほんとにいいか、ほんとにいいです。はい、これは宇宙人の。あー、まあまあ、そうかもしれない。はい、了解です。ありがとうございます。何のプレートでも今、働くお互いね、年がどっちに住所、俺に会いたかったのか、ピーコちゃんがいなかったのか。
しかもさ、このキャラをずっとやってんのかなと思って、銀座で佐々木さんに引き引かれさ、全然カメラ王子じゃねえじゃんと思ったの。あ、次どこ行くっすかみたいな感じなの。佐々木さんの一面目黒だと思う。元々芸人さん。いや違います本当に。いやプレイとか本当にありがとうございます。すごい想像よりスリムでちっこい方っていうかびっくりす。見たことクッキーをされたすごい見たことあります。ありがとうございます。いやもう僕すいませんめっちゃ今酔わされてますよ。佐々木さんに動画なしでめちゃめちゃもうベロベロなんですけど、ありがとうございます。もう6時ぐらいからずっとそれを飲んでて、さっきからもう6時の先僕だけ飲まされて、昼間のライブ配信見てました。あーそうです、あのラーメン屋は今誰か知ってる。ラーメン屋すできましたね。25万円貯金ラストの25万円をはたいてしましたよ。でもよかったレイヤーね。レアちゃんの一応、あ、そう、レアちゃんの荷物忘れたんで、持ってきてるけど忘れたんで、明日かな。叙々苑きついな。安い焼き鳥屋でカラオケ屋でなんとかならないかな。2万円で染まらないかな。ワンタンはでも何個セットかな。あ、本当です。やばいやつ、やばいやつ、やばいやつ。すみません、ジェイさんのモノマネで、モノマネっていうか、まあ、双子の弟、生き別れた双子の弟のジュンジュンというキャラクターで、すみません、やらせてもらってる、YouTube でやらせてもらってる。ジュンちゃんここにモノマネで飯食えたらやっぱり手番でね、モノマネじゃないくしたいんですよ。だから、遠藤さんに確かにあの時双子やと思ったみたいな感じで言うと、あとはファンやったんですよ。ファンやったんですよ。純粋双子って何に言わんよ。もうちょっと回れと。分かりました。コンピューター回れと。ねえねえ、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。いや、すげえ大丈夫です。もし本人に会えたら聞いてみたけど、一応、レバニラが食いそこだったら食べたいけど。親のやることは全部 OK らしいですね。いや、多分今作ってます。レバニラ作ってます。ジェシュだけは真面目に喋ったことを聞いてないんですよ。レイゴちゃんには、真面目としつギャグを言えないから、そうなんです。人それぞれ違うんですよ。なんか演技じゃない直接やめてギャグでいいんですけど、ね、あ、そうか、ヒヨッケは水分の時期がないのか。カメラ回ってるんで、ウルトさん見てくださいよ。え、あなたは大丈夫か。カメラはウリブ、双子の生き別れた双子の弟と再会した気持ちを言ってくる。それを親の前でちょっと緊張しないで。こういう、こんな長男いました。あの、双子の精神になりました。ジュン、こんな長男おったわ。俺、こんなブサイク、まあ、それとね、失敗作、成功作と失敗作。作家と、妄想作家、妄想作家さ、マネージャーさんが、マネージャーさんが、はい、さんが、はい、今僕誰なんですか。今佐々木さんですか。そこまで説明しなかったけど、今佐々木さんですか。いや違うよ。今誰ですか僕。兄弟なの。人として今佐々木さんになってます。本来兄弟なのに順次仲間よ。あ、そうですね。今佐々木さんになってます。今自分の中では売れて順次だったつもりなんですけど、なんかつもりでずっと喋ってたんですけど、佐々木美容になってますね。そう、思いっきり佐々木美容。何回も遊ばれてるんですよ今。さっきまで売れて順次だったんですけど、一生懸命冷蔵庫、じゃあ10分、後ほど、絶対売れて冷蔵庫いただきますんで、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、どうも。いや、かっこいいっすね、大きいで、やばいっすよ、ね、あ、ごめん、ビデオ、ちょっと怖い。僕、ちょっと佐々木さんに縛られて終わる男なんで、もう、今から、
やばいですか。もうやばいけど戻せばいいですね。もうあの意識を取り戻して、しっかりして終わりました。走ったらビデオもやめて順次もやめて、はい、とりあえずカメラライズを終わってしっかりして。わかりました。わかりました。わかりました。俺の男性大先輩来てるから、はい、わかりました。わかりましたね。あの、ウルタ順次になりきってもいいけど、はい、あの、佐々木ビデオになって、佐々木ビデオになりきってもいいけど、はい、今しっかりせ、今しっかりせって言われてるんで、大先輩の佐々木さんに、あの、本当にしっかりせんと、皆さんに迷惑がかかるので、本当皆さん空気、プロだよね。え、プロだよ本当に。だからしっかりお願いします。はい、わかりました。おっ。大丈夫です。大丈夫です。ちょっと伸ばした俺も悪いよ、ね、いや、全然あったよ、ほらどうもすいません。あったやつだ。あったあった俺は当てるかと、はい、ウリさん、詰めた方がいいんじゃないですか。詰めた方がいいんですか。佐々木さんの優しさで、はい、多分喋ってる途中でも思い出してたから、はい、でもこれ流れでそういうことしてやるぞって優しいから。あとウリさん、これ今レイさんと2週間後って言ったんですけど、佐々木さん油断するとさっさと開けちゃいますよ。あ、大丈夫、親父と喋ってたお子さんにするんで、はい、わかりました。とりあえずじゃあ遠藤さんが出てるのは2週間後以降らしいんで、はい、俺が付き合ってる人間禁止じゃない。それは分かってます。それは分かってますけど、でも最終的には、はい、それだけでみんなが仲になればいいと思ってるけど、はい、でも俺は別に自分のね、そう思ってない人間を俺村井付き合っとってない。俺には俺の輪があるから、だから俺の輪に入んないことに言うと、でも俺と自分の輪を大事にしてよ。だもっとこう社会的なこととか、もっとなんかこう佐々木さんがもうアウトローから脱却してほしいんですよ。わかりました。だからその企画に行ったら、天海さんとかが例えばさっき親父とこれから社会経済とか、うん、教育とかそういうチャンネルつけるかもしれないよ、うん、ただそれに例えば親父が月曜日ブラックキャンプなんか炎上したからさ、火曜日はドラマの佐々木秀夫とか、そういう風になっていったら面白いじゃないですか。そうですね。それは僕全然応援するんで。わかりました。それは俺は佐々木君と間違いなくやるよ。はい、ありがとうございます。天海も間違えて、はい、じゃあその生徒ファードラゴンのチャンネルだけじゃそれちょっとね、はい、いきなり広げにくい、混ぜこぜしにくいっていうんだったらもう一個ちゃんと作るんじゃないか、協力してね、絶対ね、近いってこれアウトローだけじゃねえ、はい、みんな飽き飽きちゃう、限界が来ると思う。一発規制かけられたら事件のことは潰されちゃうから、はい、そうなんね、うん、間違いないし、それには逃げ道がねえけど、はい、で2人であんなしたキャンプだとか竹出しとかやってる、うん、そうです、はい、ああいったことをバンバン映して、はい、でそこからくっつでもないんだよ、はい、街をきれいに、何きれいでもいいんだよ。金取るとほら、いろいろやきもきやきぐらい、そうですね、さっき教えたろ、はい、この辺のちっちゃな区民センターでも社会センターでも、はい、奉仕した格好のとこ守って、あんたの協力金いくら出すよと、はい、政策のこんなこっちでやるからって、はい、実はそこからもらえば、売れたのと同じで恨まれねえんだから、はい、こういうことやりゃいいんだよ、はい、ね、そうですね、はい、間違いです。じゃねえと、俺の先みたいな顔で、はい、1円でもなんか白いやつで何言われっかもあるよ。お前って今ほら、真面目にね、あの人として生きることに格闘しなきゃいけないから、事故との青かみとかの戦いだったから、だってちょっと先に会うんですか、やっちゃえやっちゃえ、待ってないって真面目にやっても頑張ってる、もうついや俺も見習ってまともな感じで持って落ち着いたら、あんなになっちゃなったなと名を言い出せたから、ほんと素晴らしいね、これほんと魅力だよ。わかります。いやいや、本当にアメリカ出身、中でね、壊されるのにいろんな雑談があると思うからね、アウトドアの上司続けてないでよ。おっすおっす、おいしそう、おいしそう、レイさん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 、お疲れ様です。お酒出回ってるよ、残り3が柳内さん、お疲れでした。あ、じゃあお疲れでした。マネージャーどうもね、あの近いに打ち合わせで一回、はい、ね、また会いましょう。お疲れ様です。あ、車はどこにあるの？君には負けるから。どうもね。どうもね。すいません。あ、さあどうもね。すいません。ありがとうございます。じゃあ、飲み足りないんだけど。あ、てかお前残って飲んでくなる。マスター、いや、俺は飲んでない。いや、ナチさんが運転手なんで。お母さん、仕切り直してまた来ます。はい、わかりました。職質まで火災所に行ってたんで。はい。
これは誰だ？俺だな。はい。多分ね。あ、そういや佐々木さんとさっきあの神奈川のあの天海さんのガールズバー行くこともう決まりましたんで。ああ、了解。はい、今度行きます。あの撮影許可得てるんで。はい、わかりました。今度行きます。やってます。これは俺のだよ。あれ？はいはい。どうぞどうぞ。はい、じゃあお疲れです。お疲れです。はい。よかった。おお、とんでもないです。やべえ、佐々木さんちょっと。